2001年の台風のデータ。20101.03W クリシング 20102.04W エモン 20103.05W20104.06W フェリア統計開始以降9番目に大きい強風域を持つ台風であった。20105.07W ゴリオ20106.09 W20107.10W 不安二 20108.11W 遺産 20109.12W20110.13W20111.14W8 20月14日にマリアナ諸島近海で発生し日本の南海上を北西から後北東へ進み21日19時過ぎに和歌山県田辺市付近に上陸 上陸直前の勢力は、中心気圧970ヘクトパスカル、最大風速秒速30メートルで、当時の階級で、大型で波の強さであった。22日4時過ぎに、三重県南部を通過し、12時頃に、静岡県沼津市付近、14時過ぎに、神奈川県藤沢市付近、15時半頃に、千葉県船橋市付近に、それぞれ再上陸した後に、 東北地方の三陸沿いに進み、23日3時に三陸沖において熱帯低気圧に変わった。20万 112.16W20 万 113.17W20 万 114.18W20 万 115.19W9 月4日に南鳥島近海で発生し、日本の南東海上を発達しながら北上。 9月7日頃から次第に進路を西寄りに変え始めた。最盛期には945ヘクトパスカルで大型で強い勢力にまで発達した。9月8日頃には小笠原諸島を暴風域に巻き込み、9月10日には東日本方面に方向を変えて紀伊半島の南海上にまで進んだ。この頃の勢力は最盛期に比べると衰えていたが、 依然として強い勢力を保っていた。その後、静岡県の伊豆半島付近で強い勢力ではなくなり、9月11日9時30分頃に970ヘクトパスカル、最大風速秒速30メートルの勢力で暴風域を維持したまま、神奈川県鎌倉市付近に上陸した。上陸後は、東京都から茨城県を通過して衰えながら、茨城県日立市へ抜け、 翌12日には、北日本に接近、同日中に、北海道の南海上で、温帯低気圧に変わった。20万116.20ワット国後9月六日に、沖縄県石垣島近海で発生。当初は等身していたが、太平洋高気圧の壁に阻まれて進路が定まらなく、なり、9月7日7時半頃に、沖縄県沖縄本島南部を通過し、 9月7日から8日にかけて暴風にさらされた。9月8日3時半ごろ、沖縄県沖縄本島中部を通過後は進路を西寄りに変えて9月9日には遠ざかったが、東、シナ海で再び沖縄本島方面へ進路を変え9月11日に強い勢力で再び接近した。台風は9月11日から13日にかけて沖縄近海でほぼ停滞し、 沖縄本島や久米島、ケラ間諸島では長時間にわたり暴風にさらされた。9月13日3時半頃、沖縄県久米島付近を通過。その後は南西諸島から遠ざかったが、東、シナ海をゆっくりとした速度で南精神するなど複雑な動きを続け、9月16日に台湾に上陸して熱帯低気圧に変わったが、9月20日に、 再び発達して、台風の勢力となり中国河南に上陸して消滅した。20万 117.21W20 万 118.22W20 万 119.23W ラブヨ20万 120.24W20 万 121.25W マリン10月16日から17日にかけて沖縄地方を通過して18日21時に 日本の東海上で温帯低気圧になった。この台風によって負傷者一人、全壊、流出一棟、半壊、一部破損29棟、床上浸水157棟、床下浸水775棟の被害が発生した。20万 122.26W20 万 123.27W720 万124.30ワット、 ヘダン 20125.33W この年に発生した台風の中で最も勢力が強い台風となった。20126.32W12 月27日9時にシンガポールの東で発生しアジア名、バー名と命名された。1年の中で統計史上4番目に遅い日時における発生であった。台風はその後マレー半島に上陸して マレーシアやシンガポールに大きな被害をもたらした。この台風は北緯1.4度の地点で発生したため、史上最も赤道に近い地点で発生した台風となった。本来、赤道付近は台風が発生しづらいため、こうした台風が出現する確率は100年から400年に一度とも言われている。またこの台風はシンガポールを襲った。 観測史上唯一の台風となった。ありがとうございます。